引き沼用水とは、栃木県北部の那須野が源泉上地を流れる、用水路の一つ。中川水系放棄川支流田ビ川から取水し、那須塩原市を通過して、大田原市に至る。その起源は、江戸時代初期に遡り、那須野が原一帯においては、記録に残る中で最も古い用水路とされる。庭床の収録を流れる引き沼用水。 五花村のうち最も下流にある、この集落までの用水路が、江戸時代初期に開作され、庭とこぼりと称された。なすのが現一帯は4万ヘクタールという、日本有数の面積を持つ広大な複合洗浄地で、ある。その中央を流れる、ダビ川は、 一般的な洗浄地を流れる多くの川と同様、洗濯部において伏流し地下水となり、大雨の時にしか氷層に流れを作らない水無し川である。このため、流域一帯は、水利の瓶が極めて悪く、洗浄地の先端部を横切る欧州街道より、上流側の土地は、かつては、水不足に苦しめられる、不毛の荒野であった。一帯において最も古い用水路である引き、 沼用水は、ダビ川が復流する直前のナスノが源泉長部、大ダビ川と小サビ川の合流地点のすぐ下にある、引き沼地区から取水している。ダビ川はこの地点から200メートルほど下流で復流し、水無し川となるが、用水路は復流する、ダビ川の右岸沿いを流れ、流域を潤し、ナスノが源泉上地を越えて先端部の、大田原城下にまで達する。 この用水路は、明治時代半ばまでは、飲料水専用の浄水道として用いられたが、その後も、幾度もの拡張を続けた結果、現代においては、ス素水、木のまた水とともに、スのが原用水の一角を担う用水路として、統合され、灌溉用水などに利用されている。終端付近の引沼用水。水路左側は、大田原城市、右は、 ダビ川河川敷。開作当時の引き沼用水は、庭とこぼ堀と呼ばれた。正確な開作年は不明だが、江戸時代初期の慶長年間に、引き沼街の四河村によって開作されたとする、古文書もあり、用水路の水は、当時の引き沼、折と、城横林、横林、庭とこの五河村によって用いられたとされる。その後1771年に、 流域住民の反対を押し切る形で、大田原藩による延長が行われ、さらに天命年間の拡張によって、大田原城下まで達し、大田原用水や御用掘りとも称した。当時は灌漑用水に使えるほどの水量はなく、飲料水としての利用が主であり、また水量が乏しく、水が貴重であることもあり、飲料水以外への使用や、 用水路に生活排水を流すことは固く禁じられた。なすのが原には、引き沼用水の改作後も、牧川用水、旧期の又用水といった、いくつかの用水路が作られたものの、これらはごく一部の地域を潤すに止まり、全域の開拓に必要な本格的な、灌漑用水は1885年に改作された、ナス素水の完成を待たなければならなかった。 ナス素水と立体交差する引き沼用水。現在これらの用水炉はナスのが原用水として統合され、この立体交差にも引き沼用水の水をナス素水に流す流路が設けられている。ナス素水の完成後は引き沼用水も灌溉用水として用いることができる。要、1891年頃から幾度かの大掛かりな回収が進められた。 この時期には相次いだ洪水で、引き沼地区の取水口が幾度も破壊されたり、水利権をめぐるトラブルによって修理が、滞ったりといった出来事の記録も残るが、1900年には、素りで岩壁を貫いた取水口が、新たに設けられた。なお明治期における、整備の際には、用水路上に、田園や別邸を構えていた、野木真レスも工事費の一部を負担したといい、 野木別邸の敷地であった野木神社の境内には現在も引き沼用水が流れを作る。その後も1917年から1920年頃にかけて水門の整備や取水口のコンクリート化といった改修を受けている。1967年頃から1994年の間に行われた国営なすのが限界宅建設事業においては ナス素水や新旧の木のまた用水とともに、幹線水路の統合や、水路のコンクリート化などの近代化整備を施され、取水口も作り直された。引き沼用水は、現代においてもナスのが原用水の一部として使用されており、また小規模な水力発電施設にも利用され、一般家庭約490件分の発電量を賄うことが可能である。 1997年には、九州水口が、塩原町指定の文化財としても登録され、また、那須塩原市においては今日でも引き沼用水や、那須疎水などに生活排水を流すことが禁じられているなど、先人の精神やその遺産に対する敬意が払われている。引き沼用水と、地域住民とのつながりは、那須のが、原の用水路の中でも、 特に深いとも評され、近代化の際にも洗い場を設置するなどお便宜が図られている。ありがとうございます。